さあ、それではお待たせいたしました。今日のゲストをご紹介しましょう。講談師の神田伯山さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。どうして来ていただけたんですか？まあ僕はね、そもそもですね、柿花さんっていうのは、芸能界三大会いたい人のうちの一人なんですよ。タモリさん、中井貴一さん、柿花忠さん。嘘つけ！本当なんですよ。でね、でも、で、すごい憧れだった。中学生の頃に、中1で初めて柿花さんがクール系時代に、クール系ってキャラクターで、あのね、ゲルゲットショッキングセンターって番組やられてて。やってました。これが中高生向けなんですけど、めっちゃくちゃ面白かった。で、僕がラジオにハマるきっかけとか、この入り口を作ってくれたのは、すべてクール稽古と柿花忠さんなんですよ。ものすごい憧れてて。で、この前久しぶりに、あ、柿花さん最近番組、スペシャルウィークどういうのやってんのかなと思って見てたら、なんか、こう体重を測って、なんか1キロこう増えるごとに、なんかスポンサーというかリスナーさんに1万円プレゼントっていうのやってて、がっかりしたんですよ。あの和芸でね、こう我々を酔わせていた柿花忠クール系が、こんなになってしまったのかっていう。っていうのを自分のですね、あの、赤坂の方のラジオで喋ったら、はいはい、あんなじゃ柿花さんの方からですね、はい、あ、じゃあ番組出てくださいって。そういうので今日出させていただいてるっていう。89キロなので、89×1 万円で89万円をばらまいたんですよ。はい、スペシャルウィークで。はい、でも、スペシャルウィークにお金をばらまくって、最近でこそ減りましたけど、はいはい、それこそ白山さんが中学生の頃、日本放送聞いてくださってたら分かると思いますけど、はい、当時も当たり前のようにやってましたよね。いや、もちろんそうなんですよ。当時はそうなんですよ。でも今やっちゃダメなんじゃないかなって。もうだからもう現代の前澤社長みたいな感じで、ばらまいて、でも、いや、でもそうかと思って、あの、面白いな。でも僕はね、今回そういうのでもお会いできるきっかけができて、本当に良かったですよ。やっぱ憧れの人っていうのは、あって。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。白山さん、憧れの人って言ってますけど、はい。問わず語りでは、あの憧れの柿花忠って。そうですよ。だから、伊集院光る柿花忠の二大巨頭ですよ。そう、つけて。伊集院さんの、オーデカナイトが当時の日本放送では、はいはい、もう、凄すぎて、はい。ゲルゲットショッキングセンターはその後に天野さんを半年挟んでメガウマラジオバーガーという番組をその後始まって僕は入社2年目でモヒカンの頭になり柿花という名前を捨てクール K という謎のキャラクターでなんか僕はメインパーソナルが井出浩二さんでまあアシスタントのようなただのなんか書き回し役みたいな感じで飛び道具的に出る役割。そう、だから、井出さんもめちゃくちゃ面白かったんですけど、で、あの、間に出るね、クール K さんこと柿原さんめちゃくちゃ面白かった。で、あの時代やっぱり、ゲルゲすごかったのが、武道館とか川崎球場でラジオイベントやってるんですよ。やってます。しかもなんかさっき聞いたら無料でやってたんですか、あれ。そうです、そうです。どういう金の流れなのか全くわかんないですよね。当時まだラジオの営業って今以上に、日本放送もともと営業強いんですけど、はい、スポンサーさんとの関係性が濃くって、確か川崎球場さんは、もう一社提供でイベントやってくださったメーカーさんがあったと記憶してるんですよ。いや、だからね、そういうのも含めて、あの時代、いい時代に聞けたなって。で、日本放送で他にドリアン助川さんの番組とかで、人生相談、中高生向け、正義の味方、ジャンベルジャンやってて、はい、でもその時のね、悩み相談とか、本当中学生なのに、女の子が妊娠しちゃってどうしましょう、親にも言えませんとか、うん、そういうなんかすごい高いレベルの、だからラジオでやってたんですよね、ネットがないから。ドリアンさんは、ちょっとまた別格でしたね。いや、ドリアンさんもすごかったですけど、柿花さんもすごかったですよ。で、だってラジオなのにモヒカンって意味わかんないですよ。何の効果もないんですよ。見えないから。でも僕の心理としてはね、アナウンサークビになるんだったらもうモヒカンやっちゃえと思ったんですよ。はい、ただ、はい、白山さんおっしゃったように、はい、僕も一応上司に聞いたんですよ。はい、見えないのになんでモヒカンなんですか、はいはい、って言ったら、すごい名言が返ってきて、はい、見えねえからモヒカンにすんだバカって言われて。そんな黒沢明の映画で見えないところでもちゃんとこう小道具用意しとくみたいな感じなんですかそうみたいな。いやでも考えたらあの時って2年目ですよね。2年目ですね。中学高校生をよく掴んでたなっていうの、それをなんか感心します。今僕38ですけど、とてもとても掴めないですよ。学校へとか行って子供のところ行っても、結構滑ること多いですもん。うっそでしょ。俺ももう悲観にしようかなと思いますよ。講談の最前列でね、はい、あの、小学生の女の子が爆睡してた話とかされてましたね。ああ、してますよ。よくあるんですよ。よくあるんです。で、起こしちゃいけないんですよ。起こしちゃいけないわけですよ。気使って針を叩くっていう。小さい音でね。いやー、でもちょっとなんかどう考えても今、
白山さん僕のこと褒めてくださってますけど、はい、もうなんて言うんでしょうね、壮大なる振りが今行われてるわけですよね。どういうことですか。問わず語りに向けてのご自身の番組でね。そうだからね、僕もそのコロナでね、だから今ご無事でこんなにお元気になって本当に良かったですよ。でまたそのコロナっていうのがすごいいじりにくいじゃないですか、いろんな亡くなってる方もいるから。そうですよね。だからもうすごい悶々としてでコロナの後にまた炎上もしてっていうそのいろいろあるから。そう、でも僕ね、白山さんが中学生の頃ラジオと出会ったって言ってましたけど、はい、例えば、はい、ラジオで喋る仕事をしたいみたいなことって、はい、漠然と思ったこととかあったんですか？いや、全くなかったです。なかったんですか？だから、でも、宮川勝さんっていう方が、はいはい、ちょうどね、ゲルゲの裏でやってたんですけど、誰なんだお前はっていう、はい。で、それで、なんかラジオパーソナリティって気づいたらなってんだよなって宮川さんおっしゃってたんですよ。はい、で、俺中学生で聞きながら、気づいたらなってるってわけわかんねえなと思ってたんですけど、はい、俺も気づいたらなってたんですよ。あれ嘘じゃないなと思って。そうか。はい。だから逆に言うと、ラジオパーソナリティのなり方って、はい、なんか、正規ルートみたいなのあんまりないジャンルなのかもしれない、ね、そう、だから僕は講談師としてやって、で、なんかラジオで、その講談の見た、ディレクターの方が、でもラジオでもいけんじゃないのって引っ張っていただいて、うん、今赤坂の方でやらせていただいてるんで、うん、なんか喋りの仕事してる人は、うん、結構引っ張られるみたいなイメージがありますよね、ラジオって。でも、これ以上ラジオの逆に番組は、はいはい、白山さん増やせないですよね。いや、増やさないですよ。だってこの、うん、まずだから、毎日皆さんね、鍵穴とかも来てて、やってんのすごいなと思います。で、ご事務もやられてるし、だから僕の、ほんとクール系時代の鍵穴さんが大出世をしたよっていう、これが落ちぶれて合ってないっていうのがいいなと思いました。出世をして合ってるっていう。これ時々、ゲルゲを当時聞いてくださってた方に言われるんですけど、はい、楽しかったけど、うん、この人は間違いなくどっかで道外すだろうなって思われてた。あ、僕もそう思いました。あ、だから本当になんかちょっと、捕まる匂いがしました。そうなんですよ。でも、ね、もっと言うと僕ね、捕まってないのはもう本当に半々ゴブゴブでたまたまなんですよね。だって、柿原さんってすごいギャンブラーですもんね。ギャンブル。競馬とかも。で、未だにツイッターとかも競馬とか。そうですね。だからなんかそういうエピソードはあったかな、当時。でもなんか、やってました。競馬で800万とかね、なんか突っ込んじゃって。突っ込んでとか。で、なんかね、なんかお金をね、返して返せみたいな。今じゃとても言えないような生活してました。だから勤務中に、新橋のなんかそういう風俗に行って、はいはい、帰ってきて遅刻で怒られたとか、はい、もうそんな、でもそういうエピソードを作って、はい、怒る人もいるけど。なるほど。笑って喜んでくれるディレクターもいて、当時の時代は。ほとんどディレクターに向けての自分の、あれなんですよね。キャンペーン、もう兼ねてたんですよ、ね。あ、ちょっと、自己演出もあったの、無理してたんですか？だって僕、もともと宮古島出身ですよ。確かに、モヒカン、明日からしてこいって言ったら涙出ますよね。オールナイト2部が確かあの時半年ぐらいで終わって、で、もうアナウンサーとして、実況とかもあれで、どうしたらいいのかって言って、上司から、明日からモヒカンにして、この番組やるんだって言って、でも大成功しましたね。ちょっと。すごい嬉しい。こんなに成功してる日本一の講談師に、俺の情報そんなに詳しく喋られるって、ラジオやっててよかったって今。人生で一番思ってますね。だって大崎世界観さんもだってゲルゲットショッキングセンター聞いてたっていうのは本当なんですか？そうなんですよ。いやだから結構だからラジオって影響力あるんですよ。ゲルゲットショッキングセンターを聞いてた人で出世した人、ツートップ。神田伯山さん、尾崎世界観さん。もうそれだけでも幸せです。もう一人誰かいないですか？尾崎さんは成功してますけど。もう一人ぐらい、これまでいないのがゲルゲなんですよね。二人ですね。あと中間由紀恵さんがアシスタントやってましたね。中間由紀恵さん、よく覚えてますね。中間由紀恵さんがあれ、高校生でしたか？高校生の中間由紀恵ちゃんが、それこそ無料のイベントで、初めて人前で歌を歌うっていう時に舞台袖で僕と一緒にいて、緊張してるんですって言うから、大丈夫だよって。後に紅白の司会者になる人に、モヒカンのデブが、大丈夫だよ、由紀恵ちゃん。面白い。何が起こるか分かんないですね。その後彼女のプロフィールから抹消されてます。だからね、俺もね、中間さんの名前出していけないんじゃないかなって今ドキドキしてながら。あ、でも一回だけ収録でゲストでいらしたんですけど、はい、でもちょっとそこら辺いじるじゃないですか。はいはい、やっぱ苦い顔を事務所の方が。事務所の方が苦い顔するんですよ。昔の関係性にならないですか？ならないです。え？これはね、もう、ならなかったですね。普通なりますよね。同窓会みたいな。ゆけちゃんはなるんですよ。なるんだけど、スタジオの外のプロダクションの方が、違いますよって、もう時代は違いますよっていう。わきまえてくださいっていう。もう仲間ゆけ違いますよっていう。いや、でもね、だから仲間さんもそうだし、結構旅立った人が多いなっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。この後も、なんで白山さんにお話いろいろ伺います。本当にありがとうございます。
元プロレスラー前田明さん炎上。元プロレスラーの前田明さんが日本テレビで放送された午前0時の森に出演、生放送での発言が炎上しているのだそうです。これ昨日のテレビなんですね。そうですね。まあ、悲しいニュースですよね。だからツイッターで見たら、平成の格闘が令和のコンプライアンスに負けたっていう、うまいこと書いてる人がいて、でもちょっとなんか概要説明すると、まあ、結構攻める番組で、どうも、初めての初番組で、視聴率にこだわらないコンセプトみたいな感じで、まあ、ジャニーズのですね、村上さんと、あと劇団ひとりさんが、スーパーアシスタントみたいな感じで、メイン MC がゲストみたいな、ちょっと変わった番組で、で、前田さんがですね、グラビアアイドルのことをとても好きらしくって、インスタでグラドル関連アカウント342フォロー中みたいなテロップまでついて、平成の格闘が出てきて、で、まあ、コンプラの道を外しまくったことを生放送なんで言って、はい、ジャニーズのファン激怒という。放送なんですね。はい、しかも攻めた番組をやろうという企画の、はい、パイロット版的な1回目で、そうですね。ゲスト前田明さん、はい、座組として、はい、でしかもグラビアを語る、はい、かなり炎上すれすれまで行くのは間違いない。で、僕もその番組見てないから本当に多分どういう風な発言があったかってちょっと分かりづらいんですけど、もうかなりまあなんでしょうかね、女性が見たら不快に思うという。ただこれ面白くって、ただこのやっぱ柿山さんに伺いたいのは、コンプライアンスっていうのは、俺事前にこれだけは言っときたいのは、前田さんを擁護する気はないというこっちに火の粉が飛んでくるんで、はい、あれなんですけど、うんうん、ただ結構ね、俺考えたら柿山さんも徐々にシフトチェンジしてると思うんですよ、現代に合わせて。はいはい、だから、なんだろう、なんかそういうのってこう考えさせられちゃいますね、こういうの見ると。考えさせられるのは。前田さんは何にも変わってないですよ。むしろ前田さんが変わってないことに、炎上してしまった前田さんをフォローするんではなく、はい、なんて言うんでしょうね。あ、前田さん、でもダメか、そうですね、そう思っちゃうんですよ。わかります、わかります。だからなんかこう、昔不倫報道みたいなのあっても、はい、俳優さんとかはそういう風になったんですけど、歌舞伎役者さんとかは、なんかちょっと許された空気あったじゃないですか。ありました。あと、だから僕、円楽師匠が、錦糸町の不倫騒動みたいになった時に、そこもダメなんだってちょっと衝撃受けましたよね。だから全部を許さない社会になってる。もう一回言います。前田さんを擁護する気はないです。だからラジオも難しい。だから、みんなが喜ぶラジオなんてできないと思うんですよ、僕。はい、どっかでやっぱ好き嫌いはあるし。そうですね。でも人間って面白くて、落語家の春風亭昇太師匠とかもビバリーやられてますけど、やっぱその自分の立場によって、昔は新作落語つって自分で書いてるやつやってたんですけど、はい、なんとなく会長になったりとか空気感で、うん、もう古典を中心にやるようになったりとか、はいはいはい、みんなさりげなくちょこっとずつ変えて世の中に出てる。ね、うん、だけど、こういう前田さんみたいに全く昔から変わってないみたいな人の意見っていうのも貴重だなと思うんですよ。うん、そうですよね。だからなんか、全然これを怒ってる人とかに対して何を言うわけでもないんだけど、なんかこう、結局このテレビも多分おそらくはスタッフさんが一回炎上させましょうよみたいになって時に、まあタレントとかだと傷つくから、まあプロレスラーの、元プロレスラーの方とかだったら大丈夫だからみたいな感じでやって、で2回目こう人をこうおびき寄せようみたいな。はい、わかります。ちょっと空気があるんですよ。プロレスってなんかちょっと日常生活ではないですよ。うん、非日常だからこそ彼らは時にステージ上でマイクパフォーマンス激しいことも言うし、はい、わざと舞台、リング、じゃないところ、はいはい、楽屋でも殴り合いますよっていうのも含めてのはみ出し方を楽しむから、はい、はみ出していい人たちなんですよね、枠としては。だから僕ね、思ったのは、もう深夜0時以降、あと午前の2時ぐらいまでは、テレビはやっぱおもちゃ箱なんで、ある程度そこは何言ってもいいっていう、そのグレーゾーンみたいなのを設けた方が、テレビはなんかいいような気もするんですよね。ルールにしちゃうと、もう大賛成ですか、はい、その意見。でもこれ難しい。でもそれをかっちり決めちゃうと、うん、かっちり決めたとこでそういうはみ出したことやっても面白くはないんですよ。ルールが今ぐらいきつい時代にちょっとはみ出しての面白いから、これ微妙で難しいとこなんですけど。僕がそれこそ20代の時に、クール系っていうのやってる時には、はい、自分に、
その場の空気を掴んでパッて面白いことを言う能力がないのが分かっていたので、その放送の前までにいろんなはみ出したことをやって、はあ、でそれをパーソナリティやディレクターに報告しとくと、はい、それを振ってくれるんで、言っちゃいけないの分かってるけど言っちゃいましたということでわーって喜んでもらったんですよ。それは芸がないからやってたんだけど、今コンプライアンス分かった上で踏み込んだことを言って、でも誰を傷つけずに炎上しそうで炎上させないみたいなのって本当に針の穴を通すような感性が必要で、それができてる人が白山さんなんですよね。とんでもないですよ。そういう技を持ってる人じゃないと思うね。ただ今ラジオの文字起こしとかもあって、俺これだけ言いたいのは、やっぱりその今ラジコで聞けるじゃないですか。でその一時資料みたいなのをまず聞かずに、あこういうトーンとかニュアンスなのねじゃなくて、文字起こしって意図的に悪意のあるようにみんなが見るようなもので持ってるから、はい、それを見ただけでなんか書き込む人って俺やっぱちょっとリテラシーなさすぎるなと思って、うんうん、せっかくラジコで一週間分聞けるから、はい、そんなに自分が怒るんだったらまずラジコで聞いてからやるみたいな、そのなんか結構作業を結構みんな省いて、なんかこうわーっていっちゃうから、なんかちょっともったいないなっていうか、もっとそこには芳醇なね、間とか空気感、ニュアンスがあるのにっていうのは、すごい残念な気持ちがあります。ただ、これね、でも正論で今、もちろん、もう本当におっしゃる通りだと思うんですけど、はい、それさらに、まあ、白山さんの前で白山さんのことを僕が言うのはおこがましいですけど、はい、例えば白山さんのことを、どうなんですかってことをツイートしてるツイッターの文面を、はい、紹介するときの白山さんの読み方、はい、天才ですね。超絶面白いですね、あれ。あ、そうですか。僕はね、そういう人も、でも、構ってくれてるから嬉しいし、ありがたいんですよ。そういう人もね、僕のことをすごい。だって僕、最初ラジオを始めたときに、北海道の女性の一番最初の感想気になるじゃないですか、ツイッターで。うん、クソつまらないミュージシャンよりクソつまらないラジオだって書いてます。それから始まったんですよ。立ち直れないですよ。いや、もうね、でも、それよくネタにできなと思う。僕、5時に夢中、深川亮さんに変わるっていう。はい、まずやる前ですよ、はい。僕に変わるって発表になった時の、ヤフーニュースの最初のコメント。はい、顔が生理的に受け付けないので見ません。なあ、それはひどいですね。もう、それはね、今でも刺さってるんで。いまだに。僕ね、その北海道の女性が言われたことね、あんな広大な大地でね、すごい健康的に生きているであろう人が、そんなに怒るんだっていう、申し訳なさもありましたよ。せっかく聞いていただいてんのにっていうね。今の申し訳なさがあるまで言うところの神田さん、白山さんの凄さ。そうですね。白山さんの凄さそこです。でもね、僕ね。僕絶対嫌いだもん、その人のこと。生理的に嫌いだから見ませんっていう人のことを、今でも嫌い。だフォローしない俺と、うん、白山さんは北海道の広大な大地でって言って、その人本当やっぱそう思ってらっしゃると思うんですよ。本当にそう思ってますよ。本当に。そこがね、やっぱね、人間力がある人じゃないと思うね。コンプライアンスからちょっとはみ出せないですよ。でも僕ね、ダウンタウンデラックスに出させていただいた時とかも、うん、やっぱスタッフさんが結構ね、なんかちょっとちょっとこう、霜がかった話題とかしていいですよ、中高のって言って、まぁ、ちょっとそういう風にしたんですよ。うん、それもうね、正直まだコロナ前だったんで、女子高生とかは観覧に来てるわけですよ、大学生とか。うん、もう、ダダ滑りですよ。ズワーってなって。で、これを言わせたスタッフの顔見たらもう下向いてるんですよ。前田の兄も多分同じ状況なんじゃないか。でもそういうことを話せるからまた面白いですよね。そう、だからその、ラジオはいいのは、はい、自分が滑っちゃったとか蹴られちゃったって時に、取り返せるじゃないですか。取り返せる。だから俺、ナイツ・ザ・ラジオショーも、はい、以前出させていただいた時に、はいはい、まあ、ちょっと結構強気のね、キャラクター、ラジオのキャラクターでバーって言ったんですよ。はい、ただやっぱその、まあ、僕が悪かったんですけど、リスナーさんが結構ツイッターで怒ってて、うん、で、僕は正直やりきったから、だから選挙特番の太田さんと同じですよ。やりきったから満足感でいっぱいで、さあみんな褒められてんだろうなと思ってツイッター見たら、ボロカスに言われてるんですよ。これ耐えられないと思って。そしたらたまたまそのナイツザラジオショーでスポンサーさんが大谷さんさん。ええ、で、ねっかいですね、猫にゃんでしたっけ。大谷にゃん。大谷にゃんだ。大谷にゃんのぬいぐるみ渡されて、で、それだけ抱きかかえて、帰りの車中ずーっと俺が炎上してんですよ。で、3歳の子供にそれ渡したら、ありがとうって言われて、俺この子にだけしか褒められてないと思って。でもそれをラジオで喋ることで、すべてが消化できる。そして最後、大谷さんさんがなぜか、うちの番組のラジオにもスポンサーになってくれるという、オチがつくっていうね。継続決定。奇跡。奇跡。だから前田さんもこれね、また第2段階あるかもしれませんよ。あるかもしれないですね。だからこれ第2回、もう一回前田明見たいなって。今日は神田伯山さんとお送りしてます。
今朝のあなたとハッピーは講談師の神田伯山さんとお送りしていますが、ツイッターで太っちょ地蔵さん、カッキーにコンプライアンスについて聞く伯山さん、聞く人間違えてますよ僕もそう思います。コンプライアンスどころか、いわゆるこの微妙な、なんかこれを言っていいいけないみたいなことの線引きの感覚って、はい、もう明快に自分は古いって分かってますね、僕は。神田さん、僕もです。本当ですか？完全に狂ってるんで、あの生放送対応できないです。本当に？ですから、要するに歌でも何でもそうだと思うんですけど、歌ってて自分が音痴かどうかっていうのは、外れてるか分かるか分からない、あるじゃないですか。はい。もうね、自分が例えばラジオで歌ってるみたいなイメージで言うと、外れてるか分かんないんですよ。そんなのね、恐怖でしかないですよ。恐怖です。本当に良かれと思って言った褒め言葉が、はい、セクハラですよってもう言われた時に、はい、そのもうしょっちゅうですよ。まあもうダメだと思って。でも面白くって、そういう柿花さんじゃないと癒されない人もいるんですよ。本当ですか？いや、わかんないですけど。その感性を、例えば僕が何かね、わかんないですよ。わかんないですよ。そう言ってもらってありがたいけど。でもそういうはみ出してる人の言葉が好きって人もいるんですよ。あ、それサイレントリスナーとかね、つぶやかないけれども、うん、僕そういう人も大事にしたいなと思って、時々昔のラジオ聞いてた人に、本当になんか丸くなって、つまんなくなったねって言われるときは、その人がきっと俺が中途半端にそれを理解しようとしてる様を見て、まあ、頑張ってるのはわかるけど、そうじゃないとこ個性だよっていうふうに教えてくれてるのかもしれないですね。アップデートなんて言葉どう思います？すごい汚い。なんかあれが最新だって思われると、最新ってなんだよ、お前なんかアップデートしないよって言ってるやつって、最新でお前最新なのっていう、お前が最新嘘だろっていうの思いますよね。なんか竹原さんずるいですね。今何にも言わなくなった。大嫌いって言葉を飲み込んだ。いや、もちろんなんかこう時代によってね、はい、変えていくとか、はい、変化していく、いろんな人が、あの、気持ちいい、幸せな時代に、それは当然そうですよ。はいはい、でもなんか、アップデートって言葉気持ち悪いなって。あの、もっと、現実的なことで言うと、すごい当たってるかどうかわかりませんけど、はい、いろんなアプリでもアップデートしてくださいって押した後、うん、はい、大体悪くなってません？あ、使いにくくなったりとか。使いにくくなる。あ、まあ、全然違う話ですけど。でもね、僕ね、それで言うとね、あの、やっぱ最近癒されたのが、西村健太さんが亡くなったじゃないですか、はい、作家の。で、はい、あの人の今、私小説を結構読んでんですよ。本当、私小説ですから、当然自分に起こったことを、まあ、フィクションも交えて書いてるんでしょう。で、西村さんが若い頃女性と付き合っててっていう。で、その時に、なんか、女性がね、自分の大事な本をちょっとこう、誤ってこう、壊しちゃったみたいなシーンがあるんですよ。うん、したら、西村さんがその彼女に向かって、彼女が大事にしている可愛いぬいぐるみを、もう本当、腹綿がこう出るみたいなもんで、もう全部こう、ガーってこう、引き裂いてっていうシーンが、とっても楽しいんですよ。で、これって、テレビでは絶対 NG なんですよ。でも、そうですね、で、もちろんでもそれね、確かにひどいこと、女性から見たらとってもひどいし、絶対許せないし、擁護できないけど、それが微分帳で書いてあって面白おかしいんですよ。はい、芸になってんです、うん。だからそれだけを取れば、とにかくひどいことなんだけど、うん、それで癒される人間っているんだよなっていうのは思うんですよ。なんか再現 VTR にしたら、もう絶対的に放送できないじゃないですか、うん、テレビの映像で。はい、だけど、わかんないですけど、それが美しい文章であったりとか、はい、なんでしょうね。これ、やっぱ芸がないとできないことなんですかね？そう。それは例えばね、うん、NHK でもそうなんですけど、落語講談やってて、あの、落語講談って様式の中に入ってるけども、実はすごいなんか泥棒を肯定するような、泥棒が生まれる瞬間のやってたりする。だから本質的にはものすごい外れたことやってんだけど、うん、なんか講談っていうくくりとか、うん、落語ってくくりだと許されるみたいな。うんうん、でも、本質的には、すごいこと言ってるぞっていうのとかっていうのあるから、はい、俺そこちょっとみんな見分けてんのかな、ちゃんとっていうような、うん、ちょっとそういうのも思ったりはしますよね。講談落語で作品になってたら OK なのと、うん、あとなんか亡くなった後に急に昔なんかやったことを美化するみたいな、はい、そういうのってなんか似てるなと思ったりもするんですよね。いや、でもちょっとそういうので関連するとやっぱ今好感度をどうしても影原さんも私も気にして生きていくしかないんですけど、はい、気にしないで生きてる人が一番痺れて最近こう癒されますね。癒されますね。前田明さんとか決して前田明さんを擁護するつもりはない。そうなんですよ影原さん。僕が言いたいのはそれだけなんですよ。決して擁護する気はない。ただ癒されてる。ただ癒されるっていう不思議とね。まあ見てないですけど、そのテレビね。はい、これツイッターでふみふみさんがですね、神田伯山さん、前田明さんを擁護するつもりはない、2回繰り返して。
今のでね、3回目です。3回ですよ。アップデートしてます。アップデートしてます。はい、この後も神田伯山さんとお送りします。神田伯山さんとお送りしている今朝のあなたとハッピーです。続いての話題はこちら。怖さが涙の祝福。落語協会の新内昇進披露興行が昨日鈴本演芸場で初日を迎え、落語家春風亭ぴっかりさん改め長家老桃花さんがトリを務めました。興行では師匠の春風亭小朝さんが感極まり涙を流しました。はい、小朝さんも、はい、涙。そうですね、まあ、長家老桃花師匠に、ぴっかり改めなった、僕のお姉さんなんですけどもね、はい、キャリアが上で、で、小朝師匠が師匠なんですよ。で、口上と言いまして、桃花師匠が真ん中にいて、桃花師匠のことについていろいろ言う。で、師匠も必ず並ぶという。まあ、お弟子からしたらですね、やっぱ自分が惚れた師匠に言葉をもらうって最高の場面なんですよ。その時に小朝師匠は、結構こう、なんでしょうか、冷静なね、クレバーな方だから、あんま感情的にならないのかなと思ったら、記事によると、まあ、ももかも、いろいろ苦労をしてっていう、ほんと悔しい涙をいっぱい流してきましたけど、今日のこの広めは皆さんのおかげもあって、嬉し涙になりましたって言ったら小朝師匠泣いたっていう。小朝師匠に感情があったんだっていう。あるでしょ、それは。奇跡な場面を見られたなっていう。でも、はい、僕、伯山さんに伺いたいのは、はい、やっぱお弟子さんをもらうっていう、この、いわゆる芸の世界の仕組みって、はいはいはい、伯山さんの性格にはめちゃめちゃ合ってたんですか？いや、僕はね、最初反発ばっかりでした。だから今お姉さんっていうのも、だからその、ちょっと特殊な用外用語で、兄さんとか姉さんとか言うんですよ。もうそれにも反対してましたね。うわ、気持ち悪い、なんか業界人っぽい。だって本当の姉さんじゃないし、とかいろいろ思って。そうですよね。で、なんか、師匠方が鼻かんだらすぐゴミ箱をポッと持ってったりとか、はいはい、でそれ修行でさせていただいてるんですけど、うん、なんでこんなデッチみたいなとか、なんか情けないな、みたいな。でもその4年を過ごして経過すると、なんか人に気遣うってそういうことだよなと思って、周りの人幸せにとか快適にできないと、お客様も幸せにできないよなって理屈は合ってたりとか。で、僕、弟子を取って、今ようやく前座になって、まだ3月ぐらいなんですよね、はい、梅の城っていう。で、この前、月亭方正さん、山崎方正さんですよね、落語家になった。落語界で一緒になって、で、ちょうど方正さんもお弟子さん取ってたんですよ、最近。で、どうですって聞いて、したら、いやー、これ難しいなーつって。で、僕、方正さんと話したのは、自分が滑ってるところを弟子に見られたくないんですよ。これわかります？で、我々でも真剣勝負だから、あるわけですよ、そういうの。でも人間って、方正さんとも共通した言葉なんですけど、一回滑ったらもうどうでもよくなるっていう。なし崩し的に、むしろ自分の恥、こういうのがダメなんだ、こういうパターンはっていうのを弟子は何にも言いませんけど、それを見とけと。なるほど。だからもうなんかね、もう開き直ったかのように。ある意味弟子のおかげでなんか自分の器がちょっと広くなってません？あ、そうかもしれないです。だからこういうのも、だから滑って帰ってきた時、うん、こういうのはダメなんだぞって。かっこいいじゃないですか。そう。でも方正さんも全く同じことをおっしゃってて、あ、みんな同じなんだと思って、で、師匠1年生だし、だ自分も学ぶことが、多いですよね、うん、これただ人を育てるっていうだけではなくて、うん、まあ例えば落語にしても講談にしても、はい、芸を継承するじゃないですか、はい、伯山さんってその部分にものすごいなんか自分のなんて言うんだろう、はい、生きがいというのか何なんだろうな、生きる目的みたいなものを、はい、重きを置いてらっしゃるのかなと思って。まさに柿山さんおっしゃる通りで、僕も初めての感情なんですけど、師匠からだいたい150ぐらいネタもらってるんですけど、で、それを弟子に稽古つけて、で、弟子がまあ自分の思うぐらいの通りにできたときに、どういう感情になるかっていうと、すっごいほっとしたんですよ。僕がもし万が一何かがあったとしても、こいつが継いでくれると思うと、うん、その師匠のプロセス、間にいる自分のパイプの自分が、あ、なんかこう、許されたっていうか、自分がちゃんと上から受けたものを下に返すってことができたって思うと、俺、ほっとするんだっていう、そういう感情になりましたね。もちろん全部のネタを渡してはいないんですけど、うん、なんかね、あ、そういうもんなんだっていう発見があって。ネタ一つでそうなんですね。ネタ一つでもそうです。で、やっぱ今後だから、僕は今のところその梅野城という人間と相性がいいつもりなんですけれども、でもこれ逆にね、この小朝師匠が桃花師匠とこう並んだじゃないですか。で、小朝師匠もいっぱいお弟子さんいるし、他にもいっぱいお弟子さんいると思うんですよ。で、これ、口上ってこれ、50日間ぐらい落語協会だとやるんですね。はい、これ、影山さんね、嫌いな弟子だったらね、きついなと思って。ありえますよね。でも嫌いだって言って破門ってわけにいかないじゃないですか。はい。ね、その、相性、そういうのは良くないじゃないですか、うんうん。でも徐々になんか人間って嫌いになってくることもあるじゃないですか。あると思いますよ。で、嫌いなやつに50日間、
その要請なんか大したギャラも出ないのに、そのね、それで行って、それで、もちろん晴れの場だから、そんなのお金じゃなく当然行くんですけど、うんうん、好きだからこそですね、嫌いなやつだったら、かける言葉も嘘だし、涙も出ないし、これ、きついなとかっていうの思いました。だから、まだ経験してないことですよね。いや、もちろんまだ一人しかいないですし、はいはい、まだ最近入ってきたばっかりなんで、だから相性のいい子っていうのがすごい大事なんだなとか、うん、でもなんかね、すごいそれを感じさせられましたね。そういう時どうするんですか？誰かに質問したことってあります？なんか年中僕バカみたいに聞くんですよ。いっぱいお弟子さんいる人に、はいはいはい、嫌いな弟子の時の口上ってどうするんですかって言ったらみんな苦笑いです。やべえやつが話しかけてきたなっていう。それは答えない。答えないですね。そうなんですね。いやでもありがたいですよね。でもそのネタ一本が継承しただけでこれだけ嬉しいってことは、そのいろんなネタを誰かが引き継いで、さらに彼は責任持って自分の弟子に伝えていくとなると、はい、ある種なんかこう。そうですね。だから、太田さんに、爆笑問題の太田さんにちょっと、なんかそれ見たいから、せっかくだったから連れてきてよってテレビ収録の時に。うん、で、彼が梅の城を一緒に来て、で、太田さんが必ずですね、銃を持ってるんですよ。おもちゃの銃をね。うん、で、入ってきたらバーンって撃つんですよ。だから俺がその梅の城に行ったのが、程よく、太田さんにリアクションしてって言ったの。突然って。で、ガチャってで、おはようございますって僕が入ってった時に、太田さんが銃構えて、で、梅の城も入ってった時に、バーンって当たった時に、梅の城が程よく、うっってやったんですよ。それがね、程よくてすごい良かった。これが転げ回るようなやつだったら俺は波紋にしてたっていう。この、なんかこう、適度な感じ？俺のことも考えてるし、太田さんのことも考えてる、この適度感が、ちょうどいいなっていう。それも継承したんですね。継承した。空気を読むってことですね。空気を読む。白山さんとお送りしてます。あなたとハッピー。講談会の風雲児神田白山さんがついに有楽町に襲来。中学時代に熱中したと、本当かな、ラジオ。現在レギュラー番組を持つ中で得たラジオの流儀を伺います。9時の聞きどこ。だって嫌いな弟子にかけるような言葉のかけ方でしたからね、さっき。褒めるところしかない。勝手に自分で尾ひれ歯ひれつけて勝手に被害妄想爆発してんじゃないですか。僕ね、被害妄想癖があるんですよ。あ、なんでですかそれ。いや、わかんないです。だから多分好感度を気にしているってみんなそうだと思うんですけど、はいはい、気にしすぎても何か褒め言葉も真正面から受けられなかったりとか。あ、さっき白山さんが取り上げたツイッターの取り上げ方ってやっぱ言っても面白がってるじゃないですか。ああ、そうですね。前田明さんのことを擁護するなんて、3回も擁護してないって言ってんのに勘違いしてる人がいるって。まっすぐに受け止めてほしい。だから俺、黒木瞳さんと日本放送の番組でお会いした時、はい、本当にお綺麗ですねって言ったら、そうねって言われましたよ。それじゃなきゃ、女優さんは。人前に立つ人間ですから。格闘家の人に強いですねって当たり前なんですよ。綺麗ですね。当たり前じゃないですか。そういうまっすぐなところでラジオ聞いてほしいですよね。なんで俺に黒木ひとみさんと同じリアクションを持った。でもそれもね、本放送に流れたんで、黒木さんも優しい方なんでめちゃくちゃ盛り上がってよかったです。よかったですね。それ、うん、でも、黒木ひとみさんって、本当に褒め言葉そのまま受け取ってくださりますよね。あれやっぱこう、宝塚時代から培ったやつなんでしょうね。なるほど。素晴らしいですよ。まあ、この神田伯山さんにはちゃんと番組の最後にはですね、まあ、褒めていただくだけじゃなくて、そもそも、最低のパーソナリティだったわけだから、89万円ば、ね、ばらまいた。それきっかけですからね。ここを直せっていうのは最後一言いただきます。お願いしますよ。俺はここ直せ。いやいや、なんも、なんもないですよ。いや、嫌いな弟子にしないで。だから、竹原さんは多分、なんでしょう、スタッフさんと仲良くやってる感じはすごい伝わってきました。ああ、うん。なんかすごいそういうの、なんか、あ、だから沖縄の方だから、こうなんかやっぱこう、なんか柔和なんだなっていう感じは僕すごい伝わりましたね。うん、沖縄出身の最大のメリットって、はい、沖縄出身だから柔和なんだなっていうふうに、思い込んでくれるんですよ、はい。あ、そうかもしれない。そうなんですよ。そうかもしれない。これが最大のメリットで、しかも僕はそれを最大に生かして生きてきたんですよ。じゃあ全然違うんですか？違うんですよ。スタッフと仲良くするのは番組を少しでも一日でも長く続けるためのただのキャンペーンなんですよ。アイドルと同じやり方じゃないですか。握手会にちゃんと心を込めるのって。でも大事ですね、そういうのもね。でも私はそんな卑屈な手を使ってますが、神田伯山さん、問わず語りの神田伯山、毎週ね、金曜日夜9時半から、放送しておりますけども、今日はね、ラジオの流儀を3つ挙げていただきました。伯山さんとラジオについて深く語っていただきたいと思います。神田伯山ラジオの流儀その1、政治の話をしない。そうですね、これはだから、まあ僕、無知だってこともあるんですけれども、
結構講談もそうなんですけど、講談会に来て、なんか政治の話とかする人いるんですよ。で、それはその人だからいいんですけど、僕なんかいろんな思想がある人も一緒に手つないで、その場だけはユートピアみたいなのが、ちょっと理想的かなと思ってて、はい、で、落語家さんとかでもね、ある落語家さんの会にたまたま勉強しに行った時に、なんか政治の話25分くらいするんですよ、枕で。で、しかも笑いのないね。いや、俺、笑いとか、そのなんか落語とか勉強しに来たけど、こんなせい、しかも別にシーンと静まってるし、これいろんな意見がある人いるだろうから、あれなんかこれ落語家として正しいのとか、で、そういうのを思うと、あ、俺は一切触れない方がいいかな。あとなんかやっぱし、結構歴史的な事実とかを完全にいろいろ認識してて言う発言だと重みがあるんですけど、知らないで言うっていうのはやっぱ軽いと思うんですよね。で、その政治的なものっていうのはものすごい大事なんですけど、軽い発言をあんましない方が、よくコメンテーターの方とかもいろいろね、芸人さんとかも出てるけど、本当どこまで知ってんのって言って、なんかそれがね、ちょっと僕は引っかかって、まあ表舞台に立つ人は、なんかその、軽いのと重いのって言葉使い分けた方がいいんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりはしますね。もしかしたらあるタイミングが来たら、はい、白山さんの中である種自分の中での知識だとか、はい、いろんな考え方みたいなものが蓄積されてきた時に、はい、でもやっぱり政治の話もしだす可能性は、例えば男子賞とかが、はいはい、それこそ白山さんが憧れの、はい、まあこういう芸事を目指すきっかけになった、はいはい、男子さんなんか割と政治の話されましたね。そうです。だからもちろん僕は政治の話をする芸人を否定する気は全くないんですけど、自分自身に課してるっていうか、あ、そっちよりも、なんかこう、面白い話した方がいいなとかっていう。だから結構スタッフさんとも揉めてっていうのはその喧嘩じゃなくて、どこまでこれ喋ったらいいかな。で、先週のラジオでドラえもんの、はい、話をして、ドラえもんのこう、宇宙でこう戦争するみたいな話で、で、それがすごい現実的にロシアとウクライナに見えてくるみたいなところあるんですよ。うんうん、でも、そこでディレクターとも話したのは、ゼレンスキーって名前を出すのはやめようと。ロシア、ウクライナまではギリオッケーだけど、みたいなその線引き。なるほど。だから、それは本当に今、話題になってて、本当に1年前に公開する予定だったんで、今の状況を知らないはずのその映画で、すごい現実に酷似してるみたいなドラえもんの映画は、はい、ロシア、ウクライナまでオッケーだけど、ゼレンスキーまで行くともう俺の美学に反するから、それはやめよう、みたいなその線引き、っていうのをしてますね。で、あとは国会議員でも、こうセクシーキャバクラにコロナ禍行っちゃって、なんかすごい大問題になった人いたじゃないですか。はい、ああ、あれは使おうかな、みたいな。そういう、なんか謎の線引きギリギリの線引き、うん、全部全く使わないんじゃなくて、ここまでは笑いになるから、みたいなところをちょっと。セクシーキャバクラに行っちゃうって国会議員じゃなくても、なんかもう、はい、人間の、なんかね、しょうもない部分だから。また肯定しようとしてるんですかまた怒られますよ、それ。ごめんなさい、擁護してるわけではありません。さすが。だから難しいってことですよね。はい、でもね、言われた、一人の人に、リスナーに言われたのは、この、僕の番組安心して聞けるのは、政治扱う番組ももちろん大事だし、あれなんだけど、そういうのを一回オフにして、なんかこう、なんか面白いこと、くだらないこと言ってんなって聞きたい時に聞くから、うん、その話題されたらちょっと辛いかもしれないですねって言われたんで、あ、そうか。そういうモードで聞いてくれるんだなっていうモードを大事にするってのはありますね。はい。そんなラジオについての流儀、続いてその2です。はい、ラジオは30分番組ですけど、3時間かけます。そうですね。これもね、3時間のうち最初の30分はただ、普通に日常会話喋ってるだけですね。うん、最初、だから、ディレクターの、戸波さんって人と作家の佐藤健さんで、まあ、5、6人でバーってやって、普通に、スポンサーさんがブルボンさんなんで、ブルボンさんのお菓子をこうみんなで食べながら、美味しいねっつって。最近いいことあったみたいな。ちょっとピクニックが始まるみたいな感じで、はい、で、それでお互いこうテンションを盛り上げてって、はいはい。でもこの前ね、ちょっとさすがにそれどうかなと思ったのは、そうは言ってもちょっと今回ラジオで喋ることを揉むみたいな、そういうなんか感じなんですよ。こうちょっとエンジン入れるみたいな。はいはい、で、この前ディレクターと作家の人を喋ってたのは、そのなんかジーンズいいですね。いやー、こっちもいいよっていう、それは全く関係ないだろっていう。それは本当にオフの時にやるやつだろっていうのは、ちょっと思いました。30分ピクニック気分だけど、一応前提はラジオの内容にフィードバックできるやつだって、普通のラジオだったらその30分で撮れてるから。だからスタッフさんに迷惑かけてんですよ。で、だから差し入れとかもちょっとさせていただいたりとかもしても、作家の佐藤健さんって方が、あ、この前バービーさんの番組ね、やってたら、バービーさんがカヌレ、美味しいやつ100個持ってきたんですよ、なんつって。で、俺ちょうどコンビニのなんかパンとかしか買ってきてなくて、なんかディスられてんのかな。話題のカヌレ100個と。話題のカヌレ100個。
あとなんか卵120円の1個120円ですよ、白山さん。朝ね、それご飯に入れて食べたら美味しかった。俺がパンだから言ってんのかな。てかっていうのも、そういうのもちょっと面白くって、うん、全然その気ないんですよ、作家さん悪気ないんですけど、はいはい、なんかそういうのでそういうの妄想しながら喋ってたりとか、ね、アイドリングになる。だからあのスタッフさんじゃないとできないですよ。だから自分一人でラジオってできるもんじゃなくてチームプレイなんだなって本当に感じますね、うんうん、しかも情熱大陸ずいぶん前ですけど神田伯山さん特集した時に、はい、あの30分の番組撮るの3時間かけるっていうナレーションで紹介されてましたけど、はいはい、それが毎回そうなのかどうか知りませんけど、はい、もう一回撮り直すって30分かん、まあ、撮って終わった後に、はい、もう一回ちょっとやろうかって言ってやり直してたんですよ。あのやっぱりね、これ多分柿山さん古典芸能の人間だからだと思うんですけど、同じことを2回言うのが苦じゃないんですよ。マジですか？マジで。だから自分の中で再放送してるみたいな感じなんですけど、あそこのとこもうちょっとこういう言い方の方が面白いって言って、で最初に大体僕がその現場入ってて、まあみんなでピクニックでご飯食べたり、ご飯っていうか食べたりしてね、こういうでちょっと頭の中に今あるのこんな感じですっていうのをパーって30分喋るんですよ。で回しながらで、みんなと共有するじゃないですか。あ、だったらこれはこういうふうに、ちょっとここの文言ちょっと足りなそうなんで足したいんですけど、何が必要ですかねみたいな、そういうところで、だから1回目はふわーっと軽くキャッチボールみたいなして、こんな感じで今僕頭の中ありますみたいになって、で、2回目で本番みたいな感じですね。あ、じゃあ必ず2回通るんですか？必ず。で、1回目でいい時もあるんですよ。あ、これもう間違いないと。これでいいじゃんって時も、でも2回ありますね。ひょっとしたらもっと面白いの撮れるかもしれないみたいなんで、で結局やっぱ1回目の方がいいみたいなことが多いんですけど、必ず2回撮って、ああなんかちょっと工場のとこあの間が変だったなとかって、そういうなんかちっちゃいことが全部気になって、だから一応僕のこう日記みたいな感じではあるんですけど、30分のでも日記だからこそ、なんかちゃんと文言テニオ派とか接続詞とか全部完璧にして撮りたいみたいな願望がありますね。あれ、2回目なのに初めて話す時のテンションとかグルーヴを変えないのは、はい、これはもう古典芸能をずっとやってきた人だからです。あ、かもしれないです。だから普通のお笑い芸人さんとかだと聞いたら、普通1回撮ったらもうだれちゃうらしいんですよ。はい、でも僕はむしろ2回、3回、4回でも何度でも時間が許す限り撮りたいっていう。それはでもいいですね。同じエピソードですよ。同じエピソードを、あ、ちょっと先にこっちのエピソード持ってきて、の方が印象強いかなとかっていう、だから趣味ですよね。この質問は多分もしかしたら放送上聞くことじゃないかもしれないですけど、はい、でもそれが、はい、あの、いわゆる自分の芸を見せるというふうには聞こえない白山さんの、はいはい、あのテイストは、はい、なんでなんですか？だから頑張ってる感じ出てないじゃないですか。はい、で、実際に趣味だからそんなに頑張ってもないんですよ。自分が楽しんでるだけで。なるほど。で、あとはディレクターのトナミさんに、あと編集任せたっつって。で、もう聞くと、もうそれトナミ秀隆って言うんですけど、ディレクターが。トナミ秀隆監督のトナミさんが好きな部分をこう撮ってくれてるっていう。で、全部の信頼、うん、だいたいミスないです。もう 99.99% 以上、俺が切ってほしいなっていうのは言わずもがな全部切ってるし、ここ残してほしいっていうのは使ってくれてます。だから絶大な信頼があるのが、トナミディレクター。だからあの人じゃないと、ひょっとしたら問わず語りも成立しないかなっていうぐらいに僕は、うん、好きだし、いいですね。でも時々一個問題があって、フォロー入れてんですけど、フォロー編集で切っちゃうときあるんですよ。俺結構 TBS ラジオのハスミアナとかをディスるみたいな感じの時なんですけど、フォロー入れてるんですね。切れてるフォロー。いやー、これハスミさんみたいな。判断で多分大丈夫だからでしょうね。そうなんです。でしょうね。それはトナミさんとハスミさんの信頼関係あるからっていうことで、うんうんうん、だから、あ、これハスミさん聞いたらとかって思うんだけど、だからハスミさんにこの放送を通じて言いたい。フォローしてる。でも、それも含めて僕のもんじゃない。トナミさんのもんだっていう意識ありますよ。トナミディレクターフリーランスの方ですか？いや、グローディアっていう会社に勤めてらっしゃる方です。そうです。でもトナミさんはずっとやってもらいたいですね、じゃあ。いや、まあ今んとこそうですね。だからまあ何が起こるか人間関係で。定年雇用が何だろうかもずっと。ああ、ね、だからそうですね。専属の。面白い。だから、ああ、面白い人と出会えたなと思います。で、他にも作家さんもそうだし、笑い屋とか AD の方、みんな全員のチームプレイですね。はい、それではですね、最後3つ目です。神田伯山さんのラジオの流儀その3、最終的にはリスナーファースト。これはですね、私が尊敬する TBS ラジオの三村社長の言葉ですね。おっと。おっと。僕は三村信者なんで、もう TBS ラジオ三村寺って呼んでますから。全幅の信頼を置いて三
今社長の言葉を守るっていうね、はい、でもね確かにこれはそういう面はあるなと思いましたね、はい、なんかしくじってこれ言っちゃうとちょっと俺の立場まずいかなと思っても相手がこう傷つかないことだったらリスナー喜ばせるためになんか失敗みたいなのを喋ってあこんなバカだねこいつはって言って喜んでくれたらなんか日常の仕事の疲れとかイライラとかがそれで少しでも解消されたら嬉しいなみたいな風に思ってますけどね。信頼関係ですよねやっぱり。信頼関係リスナーファーストという言葉違う言い方で言うとやっぱりこの自分が投げた球は絶対こういう風には受け取らないだろうし、うん、こういう風に楽しんでくれるだろうっていうもう信頼関係が絶対的に、そうですね、それこそディレクターに対する信頼と同じで。そうですね。だから今んとこいろいろ人の悪口を言うみたいな、まあそういう面じゃないですけど、本音を言うみたいな感じで言ってるんですけど、今んとこ誰にも訴えられてないので、うん、訴えられたらちょっと笑えなくなっちゃったりするんですよ。そのギリギリを、なんか、で最終的には全部 TBS ラジオの選手をっていう、録音番組だからっていう。でもおっしゃるようにね、やっぱり、なんだろう、リスナーこれラジオ聞いてる人だったら分かってくれるかなみたいなところの信頼関係はある気がしますね。テレビ出てる時の白山さんと、はい、ラジオで喋ってる時の白山さんって別にメディアの使い分けっていう意識はないのかもしれないですけど、はい、それはやっぱりあれなんですかね、聞いてる人見てる人っていうのの質の違いなのかな。テレビはでも単純に面白くなくても一応笑ってよみたいなのありますよね。周りがなんか言ってたっていう、それまあ全員で盛り上げようみたいな。でラジオはあれは一人喋りなので完全にもうなんか自分のなんか世界観でできるっていうところで、うん、ラジオよりもテレビの方がよりチームプレイなので、うん、それは意識してますね。なるほど。だから両方の良さはあると思いますね。社長つながりで日本放送の社長の発言もちょっとね、そう僕だからすごかったね。やっぱ伊集院さんに対してね、あのラジオモンスターって言ったのがほとんどこれディスってんじゃないかなって社長会見でね。社長会見でね。あれ、ヤフーニュースになったんですよね。いや、彼は本当にラジオモンスター。モンスターパーソナリティですから。そうですね。だから思ったのは、それで言うとね、なんかこう、ちょっとラジオって内輪向けのこととかもあるじゃないですか。今の言葉もそうかもしれないですけど。でもその、ちょっと内輪向けみたいな文化も僕結構大事だと思ってて、で、そういう時に、ラジオクラウドっていう、TBS ラジオで正式にあるやつで、一番最初からの放送全部聞けるんですよ。はい。で、そうすると、途中から参入した人も、あれ、なんかこれ、うちわっぽいけど、はいはい、1回目から聞けるっていうのは公式にあるので、素晴らしいですね、30分番組ですから追っかけることができるんですよね。はいはい、だから、あんまうちわうちわしないように努力はするんですけど、そういう面白さもラジオ的には残しておきたいかなっていうんで、だから、間口は一応最初から聞けますっていうふうにすることは、うんうん、まあ、リスナーファーストなのかなっていう。これ、このシステムって、はい、白山さんがそうしたいと思ったんですか？いやいや、やっぱディレクターの戸波さんがやってくれたって感じですかね。はい、だから、僕もね、例えばガチャリックスピンさんっていう、なんか、ラジオでこれまた知り合った、女性のガールズバンドなんですけど、はい、なんか今第5期ぐらいになってるらしいんですよ。そうするとメンバーが変遷してってっていう、それをなんかね、YouTube で10分ぐらいでわかる動画を、あるんですね、公式で。で、見たら、本当にわかりやすい。で、そっから入っていけるんですよ、うんうん。あ、こういう流れでこうなってんのかって。うんうん、で、絶対、ラジオでも、途中参加の人は絶対いるので、で、そういう人が新しく常連になってくれるじゃないですか。だからそこを置いてかないみたいな、こぼさないみたいなのはすごく大事で、クラウドっていうのはそういう意味では、うちの中でいいコンテンツだなとは思いますね。ラジオの、まあ、ある種の、こう、難しい弱点は、その、送りっぱなし放送なので、はいはい、過去の放送のアーカイブ化がすっごい難しかったんですけど。そうですね。これだから30分というちょうどパッケージ感もあるし。はい。最初から。だからまあ、情報番組とかで2時間とかね、こういう朝の番組とかみんなと共有するから生放送がものすごくふさわしいと思うんですけど、このやっぱ今の時代って本当いろんなコンテンツをこうなんでしょう、ネットだなんだっていうところで、はい、自分の中でやっぱ30分っていうのは結構こう大事なものかなっていうふうに思ってますね。はいはい、白山さんがこれから今30代後半ですけど、はい、40代50代になってくると、いわゆる芸事の世界の講談師神田白山っていう存在が、どん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 こう、なんていうか周りが、やっぱり大師匠に当然、の扱いになっていくと、はい、問わず語りの白山さんのテイストというのとの、はい、ギャップが出てくる時ってのが、いや、まさにそうです。何年後かにあるんですか、ね、いや、まさに。だってもうあんなの、ああいうちょっとね、聞いてない人は分かんないかもしれないですけど、わーって人のこといろいろ言ってるとかって、40代でやってたらバカじゃないですか。ちょっと、いや恥ずかしいやつだなっていう、ちょっと僕そこ年齢で区切るとこあるかもしれないですよね。マジっすか？若干、だから、
テイスト、でもお笑い芸人の方とかも、やっぱり最初とにかくバーンって笑わせる20代があって、で30代、40代ぐらいになってくると、ちょっと情報をできるだけ伝えていくみたいな。うんうん、で、50代、60代でもっとガッチリした MC になったらまたやり方がっていう、年齢によってこうラジオの見せ方っていうのも徐々にこう変わってくるんだろうなっていう気はしてますけどね。でも僕がこんな鍵穴みたいに、こんなどっしりとあの、モヒカンやってた人がね、こんなに朝の番組を流暢に、5時の夢中でもこう流暢にやられてっていうのを。やめろ。壮大な振りはやめろ。なんかね、嬉しいですよ。本当に嬉しい。やっぱ、タモリ、中井貴一、掛け穴正ですから。僕の、今芸能界三大会いたい人を、ようやく達成できたっていう。すごいな、本当に怖いな。怖いな。いや、だから本当でも、なんか、はい、実は講談とラジオって相性良くて、はい、テレビで出させていただいた時もテレビ見てきましたって人もいるんですけど、ラジオの方が、ラジオショッピングもそうじゃないですか。はいはい、なんか、パーソナリティ信頼してるから、うん、すごい買ってくれたりとか、はい、現物にラジオだから耳だけしか見えないのに買ってくれるとか、はい、ラジオもね、やっぱりね、講談聞きに行こうって人多いんですよ。あ、分かる。その親和性たるやすごいなっていう発見でした。わかんないですけど、白丼さんの声を、聞いてる心地よさ、うん、まあまあそれは内容は僕は講談のことは全くごめんなさい分かんないですけど、はい、心地よさっていうことで言うともう本当に同じなんでしょうね。フリートーク日常を語るのと あの講談のまあまあまあそれはお話だから全然違うと思います。でもね、影ならこれずるいのが僕も要するにラジオだと毒っぽいこと言ってるんですけど、講談だといや親孝行しなきゃいけないとか真実の道を行かなきゃいけないとかっていうと、そのギャップがどうもねみんなの心をくすぐるらしいですよ。本当にね、素晴らしいシステムが出来上がった神田伯山さん。もうこの助才なさを含めて、無敵の神田伯山。もう腹しか立たない。最後に一つダメ出しお願いします。お前ここ直せ。かけるさん、はい、いや、かけるさんないけどな。ただ先ほどなんか打ち合わせの時、上柳アナがわざわざ、あ、伯山さんよろしくお願いしますって言ったら、この人本当は怖い人ですよって。あれ言わなくていいんじゃないかなっていう。僕、そういうとこです。上柳さんの顔を潰すっていう出会って5分後にも見破ってますということで、はい、ありがとうございます。今日のゲストは講談師神田伯山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。